はい、早石田対策をご紹介します。初手7六歩に8四歩、7五歩に8五歩と伸ばして、角で受けてくる手に角道を開けます。で、飛車が回ってくる手に角交換で同桂なら玉を上がります。で、桂馬が跳ねてくる手は8六歩とついて、同歩なら角を打ちます。で、7四歩とついてきたら同歩と取って、角を打ってくる手は、6四歩ですね。で、桂馬を成り捨ててくる手は同玉と取って、角交換押してきたら同桂ですね。で、飛車が走ってくる手は6五角と打って、飛車がかわしてくる手に8七角成。いいですね。これで優勢になります。あとは角交換をしてくる手は同桂ですね。で、裏から角を打ってくるのは6五歩と取って7四角成。4四角と打つか、6六歩と突くかですね。4四角か、角を打って、香取りなので、ここで馬を寄ってくる、では8四飛車ですね。で、馬が引いてくるでは5四飛車と回って、香取りを受けてくるでは6六歩ですね。同馬は同角から飛車が成れるので、同歩に、4五桂と跳ねて、馬が引いてくるでは5七桂成ですね。で、飛車を取ってきたら桂打ちで詰むので、歩とかを受けてくるでも6七桂から、馬が抜けるので、こちらが勝勢になります。また香車を取ってくる手はこちらも香車を取って香打ちなら9四飛車ですね。で、香車が鳴ってくる手に6二銀と引いて、
まあ、成香を引いてくる手は7七香と打ってこちらが勝勢になります。まあ、あとは飛車をかわしてくる手は6六歩とついて、まあ同歩なら同馬と言って、まあ飛車がかわしてくる手に9七飛車成で飛車が鳴ってくる手は5七竜と言って、まあ金が上がってくるでは5六香ですね。で竜を取ってきたら同香成として、こちらが勝勢になります。まあ香取りを受けてくる手は8七歩と打って、銀が上がってくる手は7二飛車ですね。で歩を打ってきたら同飛車と取って、まあ、同馬なら同桂で飛車打ちに、7六歩と打って、まあ同銀なら8八歩成ですね。で飛車が逃げてくる手に7七角となって、勝勢になります。あとはまあ歩を打ってくるでも7六歩ですね。でまあ同銀に8八歩成で似たような感じになります。銀を引いてくるのも8八歩となって飛車がかわしてくる手に8七角ですね。で飛車がかわしてくる手は、8三か6三に桂を打って、飛車が取れる形になります。飛車がまあ引いてくるのは同角成同銀で、まあ8九飛車打ちで勝勢になります。まあ歩を打ってくる場合はまあ7六歩と打てるので、まあ銀が上がってくる手は7二飛車と寄って、まあ歩合いができないのでまあ馬を寄ってくると7七歩成ですね。これで勝勢になります。今回は以上になります。また別の変化ご紹介しますので、
よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。